削ってます。削りやすいですね。はい。ペーパーですか、ね、ペーパーです。中のはこういうふうにアルを削っていくんですけど、これはちょっとまだ迷ってて、ここの、枝の部分をどう見せようかっていうので考えてるんですけど、とりあえず今削る作業をちょっと見せたくて、ちょっとここ削ってみますね。今乾いていて、小口を削ってるので、なかなか削りづらいんですけども、これで削れない部分は、この、こういうネギコンロで、こういう風にいったりするんだけど、今、これは特別の形をしていて、この角を落とそうか迷ってるんで、これはちょっと今使わないんですけど、この畳の厚みがある部分は、丸みが豊かなんで、割と簡単にっていうか、イメージ通りいくんですけども、薄いやつはちょっとやっぱり、ここを落としすぎちゃうと厚みが見えなくなって、存在感がなくなっちゃうもんですから、なのでここの厚みを残したくて、丸めにつきたい場合は、ですね、ここにも、例えば 1000R とか 500R っていう、もう、円の直径の定規でここに線を描いてしまうんです、ここに全部。目安として。それを、まあ、書いた上でこの角の部分を落としていって様子を見ながら仕上げていくんですけど、で、どうしても何だろう、有機的な形を目指そうと思ってこう丸みをつけているんですけど、ただそれだけだとちょっとこう、何だろうな、こうなんで自分がこういう丸みをつけているかっていう時に腑に落ちない部分があったんですね。それで10万円ぐらい作った時に思ったんですけど、膨らんでるってことはそのレンズ虫眼鏡見た時の膨らみに似てるなと思って、そうなると柔らかい面というよりは硬い表面に見えるし、ちょっとこの木目が浮き出て見えるというか拡大されて見えるんで、それが木の中のこう性質が見えるんじゃないかなっていうつもりもあって丸くしてました。ただ有機的にこう丸みがあって温かい表面だっていうのをやってると意味がちょっとなんか希薄になっちゃうんですけども、そうか、レンズの映ったようにちょっと膨らんで見えるんだ、なんかこう映って見えるんだって思って作ってると、こう目に締まりが出るというか硬い面になるんで、そういうことを目指して削ってます。ちょっと薄いやつが難しいんですね。ちょっとここが薄すぎちゃう。ここが薄くすれば薄くするほどこれが丸みが出てよく見えるんですけど、ストイックにそのもうこれで言うと2センチぐらいの部分でなんとかしなくちゃいけないもんですから、まあここの R を決めるのと、ですね、この辺のつるっていくんですけど、ちょっとこの辺に肩っていうか取っかかりの部分をちょっと気持ち自分の触った時に分かるぐらいにつけるんですよ。そうするとこれに張りが出るっていうか、そういうことを考えながらやっていて、ちょっとだから薄いやつは難しいんです。で、ここが張りすぎちゃうとここが平らに見えすぎちゃって、なんか不自然に見えるし、丸くしすぎちゃうと今度安定はするんだけど、つるっとして、取っかかりがなくなっちゃうので、ちょうどこの辺に少し気持ち取っかかりがあるようなつもりで削ってます。今のだからこれを繰り返しながら、触りながら様子を見て、最終的には目の判断ですけども、で、今これ、40番の番手で、中にある一番、磨き込んでるのは240番まで磨いてるんですね。で、柔らかい杉の木なんかは、40番で仕上げてるはずなんですよ。それなぜかというと、この柔らかい杉の木なんかを240番まで仕上げちゃうと、なんでしょうか、こう、工芸的に見えすぎちゃうと、スルスルで、ただ単純なこう、なんていうの、木の玉とか、こう、積み木とかのようなイメージになっちゃうもんですから、なんか違うなと思って、今度も逆に仕上がったものから、また洗い物にこう落としていって触りながら、あ、これぐらいがいいかなっていうことで
わざと柔らかい木は粗くしてます。もうね、今だいぶレンタル、はい、で、してしまってるんですよ。もうポキッとが割れないですよね。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫です。ああ、やっぱね、こういうもっこりのやつもある。ここに合ってるんですよ、ここが。だから遠くのものでこう関係性をっていう形でこれ作ってて、これ42センチなんですね。僕42センチと6個目の3つ目でここが合うようにって言って、これが決まってくるんですよ。こういう風に立ってるんですよ。ここが平行で、こう取るじゃん。だから普通思いつかないじゃないですか。こう取ろうと思うと取れないし、長さ足りないんだけど、うん、ではこうやってここを平行に見立てて、はい、こういう木で取れてるんですよ。でここはちょっとないんです。あ、ちょっとだけ。しがりさんとのこの出会いは、はい、どうだった、どんな感じだったんですか。実は石神さんとの出会いは今ここに壁にかけた作品なんですよ。これが2年前くらいに銀座のある、ギャラリーなゆたさんっていうところで石神さんの個展をやってたんですね、はいはいはい、それを見に行った時にこの作品、こういう作品が6点か8点ぐらい壁にかけたって、なんか、はいはいはい、面白いじゃないですかこれ。これ何ですか。木のお皿に、はい、卵、生卵の写真が貼ってあるんですね。なるほど。でも、なんとも不思議な組み合わせで、何かこう壁に貼ってあるので、生卵だからこう落ちそうな気がするんだけど、はい、もちろん落ちないんですし、はい、なんかそのでよく見るとそのは、あの写真を貼ってあるんですが、その木のお皿の上に載せた写真を、うん、その位置にくり抜いて貼っているので、うんうんうん、とてもこう不思議な、これこの1枚だけ のいくつも写真使えないんですよね、はいはいはい、このお皿にこの写真っていう、うん、そういう作品で、ね、ドロープエッグっていうんですけど、まあ、いろんな意図はあると思いますが、この木のお皿の質感とか美しさと、その生卵の写真が貼ってある感じが描けてあるっていうのがね、面白い作家だなと思って、この2つは最初1枚買おうと思って、やっぱこれは2枚やった方が楽しいと思って買わせていただいて、私のコレクションにしたんですけど、これがきっかけです。飾ってあるんですか。そうですね、これはすぐ私の母屋の方の、欅の床の間の上にフィッて置いたら、はい、すごくフィットしたんですよ。うん、なんかあ、ここバッチリこの作品の場所って思って、でその風景を実はここに、そうですね、去年私がまだ引っ越して間もない頃に見に来てくれたギャラリストがいるんですが、はい、その人が写真撮っていって、はい、でそれを石神さんに見せてくれた、あ、こんな風に飾ってありましたよ。あ、で石神さんすごくそれを見て、あ、すごい面白いって言って連絡をいただいてっていうのが、まあ、ことの発端で、でその北畳面白いから1枚貸してください、はいはい、っていうことから始まりました。はい、あ、なるほどね。はい。はい、こんにちは、長野インターネットスープと申します。こんにちは。こんにちは。今日は長野県は長千曲市の土口というところに来ておりますけども、ここ木材を使った作家さん、はい、来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。あ、静岡から来ました石神と申します。石神さん。はい。今日はどんな作品を紹介していただけるんでしょうか。あ、ですね、床に敷き詰める六角形の、木の板をたくさん持ってきて、はい、それを踏んでもらったり寝転がったりしてもらいながら体感してもらうという作品です。しかもその作品を持ち帰ってもらうことによって、はい、ここの同じ場所で11月に個展があって、新作のこの六角形の作品をたくさん集める作品になるんですけども、うん、それにはめ込んでもらって、はいはい、自分が持ち帰った作品がまたそこにはめ込まれますので、はい、まあ、愛着のある見え方ができるんじゃないかなと思って、今日ワークショップをしました。なるほど。今この会場にも今いくつか残ってますけども、はい、
最初はもっとたくさんあったんでしょうか。最初はこの部屋に46枚、はい、敷き詰めでありました。今渡ってるものはまあもう貸し出しが決まったので、残りがだから10、はい、15枚ぐらいでしょうか。もう、はい、半分以下ですね。そうですね。今日はまあ、ワークショップということで3回にわたって、まあ、たくさんのお客さん来ていただいて、まあ、レンタルされたんですけども、はい、これ持ち帰ることっていうのは何か深い意味があるんでしょうか。ですね、まあ、作品ってまあ、もちろん購入すれば自分のものになるんですけども、まあ、生活の延長で使えるような、まあ、木彫の作品で貸し出すっていうことで、はい、身近に体験してもらって、それがこうその人の生活の跡みたいなのが残って、うんうん、また僕の方に戻ってくるってことが、うん、作品としても面白いんじゃないかなと思って、うんうん、そのみんなの、まあ、そういう、まあ、跡みたいなものが集まって作品になるのも面白いし、うん、見る方もいろんな人の視線が集まってるんで、うんうん、だから僕の考えちゃうだけじゃなくて、うん、いいんじゃないかなと思ってます。例えばですね、まあ、ちょっと汚しちゃったとか絵描いちゃったなんて、うん、いうこともあるかもしれないですよね。もちろん元々ね、長い間にはそうですね。それも北谷が育つっていう大きな範疇に入っていると思いますので、もう大いに結構です。どんなところをこう目指してるんでしょうか。目指すっていうよりは、まあ、せっかく木がこうたくさんあるところで木の新しさを発見したいってことでしょうか。うん、まあ、それは今までの木の使い方を勉強したり、それを踏まえた上で自分なりの新しい木の発見をしたいと思っています。なるほど。11月、はい、いつ行われるんですか次回は。11月3日にここで文化の日に展覧会が始まって、今床に敷き詰めてある北谷というこの六角形の作品が壁に展開していきます。はい、あ、なるほど。あともう一つ、そのベンチを作ってベンチに北谷にはめ込むような、はい、これは北谷同じ、まあ、5分の1のスケールの模型なんですけど、はい、これを当てはめような形になってます。お、この素敵なベンチができるわけですね。はい、そしてこれでも隙間がこうできますよね。はい、あのひし形なんで、はい、そういうところはどのように基本的にこのベンチをくり抜いてはめ込む形になります。はい、ベンチをくり抜いて、ね、はい、ベンチを7箇所くり抜いて、はい、これがはめ込む形になるんです。結構大きそうですね。そうです、これ2メートルありますね。これ5分の1なんで、今40センチ、はい、本番は2メートルぐらいの大きなベンチができます。なるほど。はい、今後の目標は何でしょうか。今後のとりあえず11月の個展が、はい、いい作品が揃ってたくさんの方に見ていただきたいなと思ってます。ぜひ成功させていただきたいと思います。はい、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。